皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日の動画は先日挙げた田辺さんとの試合の前の試合ですね。準々決勝で川口さんと対戦をしました。川口さんは東京の卓政会にも所属しているかと思います。で、今までの対戦成績としては0勝2敗で、完全に負けておりました。で、左利きですごいボールタッチのいい選手なんですね。少しボールに横を加えてきたりとか、柔らかいタッチでコースをついてくるような選手です。で、時折見せるこのミートもまた厄介なので、この試合でも何本かあると思うので、そこに注目してみるといいかもしれません。で、今まで川口さんに負けていた、要因としては、この結構ナックルのサーブが多いんですけど、サーブに対しての処理にちょっと困ってしまって、結果ちょっと流しとかで長く持っていくボールが多くなり、それをコース突かれて押されるラリーになるというパターンが多かったのですが、今までの経験を生かして今回はレシーブからチキータを多めに使っていきました。今みたいに、ちょっと合わせに行って浮いたりすると、強いボールじゃないんですけどコースを突くのがうまくて、このボールが非常に嫌ですね。どちらかといえば強く来てくれた方が取りやすいなという感じです。このチキータから攻めていって、どちらかといえば攻撃的なラリーになった時に点数が取れたという感じですね。こういう甘いループには結構ミート、フォアもバックもミートをしてきたりするので、できればちょっと強めのボールでいきたいという感じですね。あとは今回は巻き込みサーブが結構効きましたね。前対戦した時は自分もどちらかといえば順横サーブを多めに使っている時に対戦したので、巻き込みサーブを多く取り入れてから対戦したのは、初めてかもしれないです。この川口さんはラリーも強いんですよね。で、どちらかっていうと僕に比べて前でラリーをしてくるので、あんまり長いラリーになっちゃうと自分の方が押される展開になっているような印象ですね。このバックミートが試合中、この試合でも何本かやられたんですけど、もう非常に嫌なボールですね。それでなんとか2セットを先に取って、有利な展開になったんですけど、ここで結構攻撃的にいってて、でちょっと、勝ちが見えてきて、でも今まで勝ったことなかったので、ちょっとこう力も入り始めて、さっきまでと違うようなことをやり始めるんですね。自分がこう言ってたボールを合わせ始めたりして、でちょっとボンミスもちょろちょろ出てきて、川口さんの、パターンにこうなっていくと。このボールも全然さっきまでミスしないようなボールだったんですけど、ちょっと力が入り始めてます。バックハンドもこんな風に相手の打ってきたボールに振るというよりはブロックしてフォアで攻めていくようなパターンだったんですけどね。後々振り返るとすごいもう力んじゃってるなっていう感じがします。気のせいかちょっと足も先ほどのセットに比べるとこう止まってきてるんですよね。
してこの3セット目を落として4セット目に入っていくわけなんですが、まあ、やはりこの足が動かない状態だったりちょっと力んだままやってしまっていて、4セット目も出だしがめちゃめちゃ悪いです。今もうこれでラブ4ですね。これラブ5、5ラブかで負けてますね。でちょっとラッキーなポイントもあって少しずつじわじわと追いついていっているわけですが、ここでサーブミス。この辺でちょっとラッキーなポイントもあり、もう今1点差ぐらいかな。バック対オールみたいになってますね。あ、このバックハンドをしっかり振れたのがまあ勝因かなと。ここでラッキーなポイント。これもギリギリエッジに入ったという判定になり、これ10ラインリードですね。このミスもったいない。2人して同じ動きしてました。これまたラッキー。ここからラッキーなポイントが続いてなんとか勝利をしたわけです。川口さん、投稿許可ありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。